はい、ベビースター4種類見つけました。ベビースターミニ、ベビースター昔はさこんな感じのサイズだっけ。いろんなサイズのいろんな値段のが出たからね。最初の最初は確か30円だったよね。まずはじゃあチキン、はい、まあ皆さんご存知という感じで、ああ変わらないのはこのチキンの香りかな。若干塩辛いっていうこの感じ、まあ、変わらないね。ただね硬さがなくなってるね。これねあれなんだって、ガリガリ君とかもそうだけど子供の噛む力が弱くなってるから、昔のままの硬さだと子供は食えねえんだってさ。そういう子供の顎のゆとり感に合わせて食い物がどん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 こう柔らかくなってんだよ。だってこれ奥歯じゃなくてさ口のベロと顎の天井との間で挟んで砕けちゃうんだよ。カスッカスだよ、カスッカス。麺の中心に穴が開いてんだ、パイプみたいになってる。これが軽い食感の秘密だろうけど、よく食ったな。ベビースター安いもんな、安くて結構食えたからな量が。うん、やっぱこのチキンの味というか香りというか、これは駄菓子の味だな、うめえな。Thank you.